日本サッカーそして日本のスポーツ界の未来についてお話を聞きたいんですけどここまでのカーブさんでやってこられたところからスタートしたいなと思うんですけど J リーグ創設から、まあ、27年ぐらいですか、うん、振り返って予測したところからできたなっていうこととこれできなかったなというところ例えばあったら教えてほしいなと思うんですけど。うん、だいたいできすぎだ、ね、できすぎぎねました、うん だって <laughs> J リーグ作るって言った時にあの初めに10チームでスタートするでその10チームにするについてもいろんな紆、ま、余、あ、曲折があってで将来あの10年後にあの16チームぐらいにチームを増やすかもしれませんよとそうなった時には一つのステップアップで日本のサッカーが日本の中だけではなくてアジアの中世界、ヨーロッパで認められるようになると思います。10年後に 16チームにすほらも,もうあっという間だもん、ね、今じゃ50何本あるわけだからね、はい、でまあ一番初め言ったらあの J リーグのクラブはあ日本全国に100個作りたいとそれは都道府県に最低でも2つそれはヨーロッパ見てみんなそうなんだから、うん、あロンドンは人口800万だけどそこに14の,あのプレミアリーグの一部二部のチームがあると。人口60万人 一個のチームがあるっちうことだから、東京都のその人口のあれからすると、一区に一つのジェ務所があっても絶対と将来そうなるっていうことを言ってんだよね。<ー>で、それはまあね、新聞記者の皆さんみんなバカかと思って聞いてるわけでしょ。うん、成功するかどうかさえまだわからないときに、はい、だからそういう意味ではそういう地域に出だしということに対しても。 J の各クラブはもういろんな努力をしてくれるアジアとも非常にまあいろんな連携をしている。うんうん、だからまあそういうことに対しては本当にありがたいなと思うんでね。<う>で日本代表の試合にしてみてもあのヨーロッパにあの行ってる選手でもう一巡できちゃうもんな一巡、ね、どこじゃないよね。あれびっくりですよね。びっくりそれはね昔はさ中田とかもう本当の中盤の選手とか。 バックだとキーパーとかそういうのはいなかったんだよ。はい、今全部いるもん。だそれだけ、うん、その日本のサッカーっていうのは世界に飛躍してるなっていうことと、うん、僕はね一番初めにトローカーを進めるときに日本人はサッカーが向いてるのかどうかあんま分からなかったんだよね。うん、そしたらあの日本はすり足の世界で畑仕事とかお相撲とかねこれは優れてるけど。 日本になんか絶対サッカー向いてないって一番意味分かったんだけど監督を全部集めて初めに監督をスキの監督を作るための講師をお願いして2三3 0人呼んでやってもらったんだけど、うん、その時にそう言われてああすり足かなんて思った <laughs> で今はねやっぱり協調性だとかいろいろ組織ということうん、うん、それからまあ足技の巧みさとかそういうものをその体の大きさそういうものを全部補ってあまりあって。 これだけやはりヨーロッパで活躍できてるっていうことは日本人にサッカー向いてるなっていうのはなるほどじゃあもうあれですかその川淵さんが想像してた世界よりもさらに日本のサッカーって上行ってる上行ってる<あ>僕が J リクス来た時にラモスみたいな選手は日本に出てこないなと思ったんだよ <laughs> 本当に <laughs>、はい、ラモスみたいな選手は絶対にまあ啓タみたいな選手だとは思わなかったけど<あ> <laughs> <laughs> まあ僕はあの本当にもう凡人の凡人の凡人でしたが <laughs> い,いやいや、ナ <laughs> オスみたいなああいう選手は日本には絶対出てこないってもう入って捨てるほどいそうですね<ー>いやー面白いで,でも2050年日本がワールドカップ優勝するためにもちろんその選手があの成長するっていうことは一番かもしれないんですけどやっぱりそのためにも環境を整えなきゃいけないじゃないですか。うんうん、でああのまあそのまそ ビジネスマンでもあり、その教会の会長もやられて、そしてこう組織を作っていくっていうところで、いろいろあのやってこられた川ーキャプテンがこれからサッカー界とかスポーツ界にどんな人材が入ってきてほしいかとか、どういう人が必要かなってなんとなくイメージあります。いややっぱりね、本当に優秀な人材が欲しいよね。うん、サッカーの場合は結構いるけれども、うん、スポーツ ママーケティンング、マネジメントうん、うん、そういうものを専門に学んだ人でないとうん、うん、技術がないっていうかね、うん、やっぱりその知識がないわけでしょうん、うん、アメリカなんかはスポーツマネジメントっていうその、えー、そういう学部があって、うん、でものすごく多くの学生があのそういう輩出してるわけだよね日本は早稲田とかなんかにスポーツ科学部かななんかいろいろあるけど。もいろんな そういういマネージャーを育成しようとしてるけどまだまだ中途半端でアメリカなんかはもうすぐ卒業したらすぐその大リーグだとか NBA 行ってそういうもうマネジメントの仕事を直接したりしてるからどん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 ほんと能力が日本とは暗いものになれないぐらい高いレベルでのスポーツマネジメントっていうことの。 理解度を持ってるわけだねだから、うんえー、僕なんかはやっぱり日本でそういう人がどんどん増えていけば今のこのスタジアムの中でのいろんな、まあ、マーケティング、うん、そういうのももう全然変わっていくだろうと思うし、うん、まあ少なくとも、うん、プ,プロ野球は横浜ベイスターズを勉強しに行ったんだけど、うん、あそこの,まああの社長が前の社長が変わっている岡村さんという人が今なってるんだけど。 やっぱりもももうう考え方はねもう全然違うもん、うん、でこれはもう野球界と関係ない人だからね<ー>だからサッカー界とかそういうふうな範疇の中でものを考えるんじゃなくてスポーツマネージャー、うん、マネージメントとしてクラブの,あの収入いろんなことをべてをその人が、えー、そのマネージメントできるようなそういう能力と実力と そういう地位を与えることがやっぱり大事でうそういうことについてはまだ日本は中途半端というかままだそこまで行ってないねいやもう、まあ、あちょっともう最後だと思うんでちょっとまあ僕個人的なちょっと質問のあの <laughs> 裏列はどうしたらいいですかね <laughs> <laughs> 多分ねあのこれ最初なので多分裏列のファンサポーターよく見るら、ね、裏,裏列にはねもうずっと不満があるんだよね。<laughs> やっぱり ACL であのえっと優勝した頃ろ、うん、ボファルだとかえっとかブラジルのい、うん、ンンた時はやっぱりいい選手集めて本当に日本を代表したチームになってくれたなと思うけど以降についてはまあえそれまで4万5000の観客が入ったのに3万5000しか入ってない浦和、はいはい、クラブはだいたい1万人毎回損してるんだよね。はいはい 1> 1万人でそれがまあ3,000円とすると6億円だよね。はい、でそういうその裏列が大体4万5千で場合によってはドイツのドルトムントみたいに常にいつも8万何本入ってるようなクラブにしようと思ったらそれこそさイニエスタ連れてくりゃ裏はもうも絶対そうなるよね。はい、だからそういういうなあの経営に対する ポテンシャルがあるにもかかわらず、うんうん、そのの経営努力をしてないのが浦和列だよとといいうことでございます <laughs> <laughs> だから僕に言わせればやはりあのまあ浦和のファンは本当に日本,日本一だけではなくてアジアのトップクラスになりまた世界のクラブ選手権で優勝するぐらいのチームになってほしいわけだよね。うん、そのために じゃあ外交からこういう選手がやったら今なんか場合によっちゃメッシだって来る可能性はなくもないっていうふうなそのヨーロッパの中で話になってるけどそれはどこまで本当か分かんないけど例えばメッシが来たら相当お金出さないかんよねお金出さないかんけど裏のファンに今3,000円だけどなんとか5,000円にしてくれと5,000円にしてメッシを呼びたいけど皆さんどうでしょうかっていうことを。 みんなにアピールしてよし読んでください。なんとそれでみんなで盛り上げて日本一のクラブを作りましょうなんていうことをウラレッツなのでできるのにそれを何もしてないのがウラレッツな本当にねそういう可能性が一番あるからね。そうですよね。うん。可能性がないところに言わないんだよ。そうです。 カラオケがないところに、お荷物とは言わないんだよ。<笑><笑>本当、<laughs> ね、本当にそうだよ。だ本当お荷物だったら言えないですもんね。言ね。うん、みんなね監督したりなんかしよく会社のあれでもそうかも、もうどうにもなんないやつに何も言わないよね。あ、確かにそうですね、うん。絶対言わないな。どうにもならないように、それもうあもうどうだめだなった注意なんかする気しない確かに。あ、それそうですね。うん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 。だ言われてるうちが花ですよ。というあのー。 これは愛情の正し、うん、<laughs> いう話です。というかあのもう最後にあの本当に最後に2050年日本代表ワールドカップ優勝っていうところはこれはもうね絶対もう実現してもらえないとそれはもう実現できると思うよ。うん、でそれはやっぱり僕がそういうことで公立教育業で言っただけではなくて協会のその業務の中にそのためにどうしなければならないかっていうこと三年に一回その目標設定をしてやってるっていうのはね。 やっり他の企業でもなかなかないぐらい着実に日本のサッカー界は歩んでくれているなとだから非常に僕としては満足です。す。かりりまました。ありがとうございます <laughs> あの最後にですね、ちょっと視聴者の方に、うん、まあサッカースポーツそしてのビジネス頑張っている方に何か一言だけメッセージいただけたらなと思うんですけれども。 あの自分の好きなものをやっぱり何か見つけるっていうことだよねもちろんサッカーならサッカースケットボールならバスケットでもいいしそれからまあ本を読むことだとか何か一つの好きなものを見つけてそれに対してやはり自分としてはあの命がけでとは言わないけれどもそれにこう没頭することで、うん、やっぱ売るもんがあるんでね。うん、あちこちここいろんなことをやって え何だかわけわからないっていうふうなことでもそうあちこちやってる中にこれっていうものを見つけられるからだよねだから僕は「三日坊主」っていうのはいいと言ってるのは三日坊主っていうのは何かに興味を持つからすぐ手を出してすぐ飽きてやらなくなるんだよね。 で僕なんかもどっちか,らかっていうと三日坊主の本当に天な <laughs> 典型的なタイプで,でその僕が、まあ、今毎日その、えー、屈伸の体操をしたり、えー、足こうつま先立ちをしたり、えー、やっぱりあの30分の,あの,あの散歩をしたり、えー、それは大した量じゃないかもしれないけど。 年を取ると家にじっとしていると体はもうあた明らかに衰えていくっていうのは自分でよくわかるわけで衰えていくなこんな家の中深いうっかり閉じ込んでって言うんじゃなくてそれをやっぱりカバーするためにやはり自分なりに考えて努力するやっぱり継続は力なり努力することは大事だよねだから小さなことでも努力し続けることによって新たな道が切り開かれるということです。はい 大変貴重なお時間をいただいて、えー、楽しいお時間をいただきましてありがとうございました。いやいや本当、ここちらこそ。どうも。